さあどうもこんにちは、モータージャーナリストの五味朝霞です。今日のイカライブ動画はこちらになります。アバルトですよ。チンクエチェントも扱いたかったところなんですけれども、先にアバルトが来ちゃいましたね。はい、もうフィアットの、チューナーとしても、もうその存在を世に知らしめてきましたけれども、チンクエチェントをベースにアバルトが作り出した、もう今完全子会社ですけどね、アバルト595になります。でこの595はですね、いくつかグレードがあって、ノーマルの595、そこに加えてツーリズムもありますし、さらにコンペティオーネがあります。コンペティオーネはもうその名前の通りですね、最強の、595という形になりますけれども、スポーティーバージョンですね。まあアバルトがそもそも全部595自身がスポーティーではありますけれども、それをさらに研ぎ澄ました形になります。今回もですね、試乗は、はい、はい、バンバーキラさん、バンビです。でチンクエチェントのこの500の名残もちょっとありますけれども、はい、アバルトです。595です。お、これいいですね。2本出しです。こっちも2本出しです。で結構ディフューザー形状もなってますけども、下までがフラットになってるわけではないですね。リアタイヤからいきますけれども、はい、205/40/17インチです。赤ブレーキキャリパーです。これコンペティオーネ専用のホイールになります。うお、リアタイヤすごい使えるんすね。いやー、このリアの使い方すごい。ドライバーもこれ相当頑張ってますけれども、いや、これ FF でこの使い方するのはすごいですよ。タイヤ普通こんなに荷重リアタイヤにかけらんないですから。あれ、リアに対してこれ違うね。これフロントタイヤローテしてるね、これ間違いなく。うん、リアでこんだけ使えたらだっておかしいもん。しかもこれハンドルちょっと切ってフロントが逃げてる時の減り方なので、そうなので、これリアステアでもつけない限りこの減り方はできないんで。だってトラクションがかかりながらの減り方ですもん。この減りが分かります？こういうタイヤとかの 見方を言ってもしょうがないかもしれないですけど、この減りがグッて立ち上がってるじゃないですか。これトラクションがかかりながらコーナリングフォースを発生しようとしてる証拠なんですよ。はい、へえ、だからこれが元々のリアタイヤですよ。まあそれで考えると、フロントがあれだけ減ってるので考えると、リアはちょっとおとなしかった感じですかね。うん、はい、ちょっと僕のトーンが変わりましたけど、はい、すいません、はい、まあ、正直者なので、はい、まあでもこの走りどういうイメージ、どんな感じかというのはとても興味深いところです。はい、まあ、可愛らしいですね。可愛さの中にちょっと荒々した激しさがあるかと思います。バンビ、これエンジンは何馬力ですか？180馬力です。180馬力、はい、ちょっとエンジン開けてみますか。あ、これイタリア左じゃないですか。ほら、赤いレバーありましたね。よいしょ。はい、さあ、スポーツモードを入れた時とかはオーバーブースト仕様も入るので、結果的に180馬力でトルクが230Nm でした。230ニュートン、はい、トルクは230ニュートンですね。 1.4 リッターエンジンなので230ニュートンでもまあ十分出てることは出てますよね。はい、まあシンプルな中にこのエンジンがどんな感じで吹き上がるかですね。あれ、これエアクリどこにあんの？え、ちょっと待って、エアクリどこ？吸気がここにあって、この中ですね。でも、エアクリどこ？これ熱くないんだよ。ほら。分かった。これの外した。そうだ。これダミーダミー。びっくりした。びっくりした。これかっこいいね。これいいです、ね。なんかイタリアンな雰囲気を出しながら、これはカバーでした。はい。だこれエアクリだ。これがエアクリだ。そう。この裏に今いました、ね。そうそうそう。いたいた。びっくりした。おー、なんかこの演出にやられちゃいました。はい、さあ荷物室。さあバンビ、はい、
さあ荷物室です。これスペアタイヤじゃなく緊急キットですね。はい、修理キット、はい、パンク修理キットです。まあ若干はありますかね、床下収納。まあでもちょっと何も言わないの。いや、はまらなくなっちゃった。やって、ちょっとずれたままはまらなくなっちゃった。ちょっと待ってくださいね。いや、なんか一人大変なことやってますけど。はい、そんな感じですよ。はい、イタリア車は、はい、そうですね。まあちょっと薄めですよ、なのでちょっとグニグニ動いちゃうかもしれないですけど、スペースとしてはまあスーツケースは全然問題なく乗れます、ね。まあスーツケース十分、まあボディサイズの割には広さはあると思います。まあでもこの端は、端も別に膨らんでるわけじゃないですけど、ボディそのものがもうやっぱり狭いことは狭いので、まあそれ相応の長尺物とか積みづらいですね。ゴルフバッグをもし積むってなったら、もちろんシートを倒しての仕様になるかと思います。まあここ段差がやっぱついちゃいますね。ここ段差がどうしてもこういう形でついてしまいます。まあこれはしょうがないですね。よいしょ。まあこれがここのデザイン的にルーフが、まあウィングがあるので、でこの形状としては空力が整えてますけど、ストーンとリアガラスは相当傾斜しているので、まあ荷物室としては本来ここまで使えて、内側のフレームを考えるとこの辺りまで使えて、ここからドーンって立ち上げたらたくさん荷物は積めるんですけど、デザイン性の方も優先しているので、考えられているので、こういう、はい、室内空間ですね。うおー、これいいじゃないですか。これ立体的いいですね。はい、しかもほらこれも、はい、シートのダイヤル、もうこのサソリ型ですよ、アバルトの特徴です。しかもカーボンですよ、これもえっとしますね。見せ方がよく分かっていらっしゃる。はい、運転席周り、アバルトの名前、この色おしゃれですよね。なんかイタリアの革って感じの色と素材ですよ。でこれスウェード調の、はい、ここカーボンですよ。スウェード調のハンドルもなんか握りごたえあって、ここもいいですね。はい、小物入れあります。まあサイドポケットはそんな広くはないですね。アルミペダルいいですよね、かっこいいです。フットレストちょっと奥まってるので、靴とかがちょっと汚れそうではありますけれど、そんなこと気にするなって言われそうですけどね。はい、なのでフットレストはちょっと使うと、これクラッチありますよね、ここにフットレスト、これで使えるんですけど、ちょっと使いづらいですね。靴が当たりやすいです。ペダル配置としては、無造作に座ってる状態で足をそのままパンとやると、ほらやっぱアクセルですよ、アクセルがちょっと全開になりやすいです。マニュアルなので基本踏み間違いは起きないです。まあなので僕もそこまで言うつもりも何もないですけれども、ペダル配置としては若干左側にオフセットされちゃっております。ここちょっと硬いです。なので乗り降りでちょっとお腹を打つのを、お腹じゃない、お尻を打つのは気をつけた方がいいと思います。結構硬いです。後席チェック、これ操作しやすいですね。シート倒しやすいです。あ、ちゃんとスライドして前に行ってくれる。頭はもうついちゃいます。お尻をピタッと合わせると頭はこんな感じです。もうちょっと当たっちゃいますね。ここがなかったらいけそうなんですけどね。はい、まあ肘を受けるようなポイントはありますけど、ドリンクホルダーは、あ、ここ使える、お、いいじゃないですか。エアコンの吹き出しとかまあもうもちろんないですよ、もう前も後ろも一体型ですよ。お、足すっごい楽勝で入る。へえ、これ何なんでしょう。はい、デザイン、はい、ヘッドクリアランス以外は思いのほか使いやすいというか、広いですよ、使える。まあ逆に言えばヘッドクリアランスがこの状態だから、逆に言えばちょっと使えないっていうところかもしれないですけど、大人のサイズでは。なので子供であれば十分ですよ。前方は圧迫感あります、このシート。真正面で見るとほんとこんな感じです。もうカーボンっていう、ここで育った子供はもうカーボンの模様をきっちり覚えるでしょうね。ではよいしょ、運転席周り行きます。ハンドブレーキ、 USB、ドリンクホルダー、 12V、 マニュアルシフト、はい、なんかこれ懐かしいな。エアコン周りのコントローラーですね。でハザード等があります。コネクテッド系、要は携帯電話とのリンクも考えられた上での、はい、センターディスプレイですね。これがあるので結構今
使いやすいですね。ナビゲーションとかも含めて使いやすいです。あとブースト系があります。スポーツモードとかを表示することもできます。これこれここ行きますよ。いろんな車のオープニングの中でこれ好きかもしれないです。ほら一瞬ですけどなんかかっこいいですよね。で U コネクトって携帯電話等との、コネクテッドをさせながら使うモニターになります。でこれエンジン切るとほらなんか一瞬ちょっとかっこいいですよね。はい。で小物入れとしてはグローブボックスあります。はい。まああと助手席は運転席と同じ形状のシートがあります。相当サポート性いいですけどね。はい。この辺りは走りながら行きましょう。あとまあこの時点で一つ言うんであればテレスコピックがないのでハンドルのこの上下はありますけどこの前後がないんですよ。前後ろは動かないのでここがちょっと残念なとこではありますね。はい。では最後エンジンを聞いてスタートしていきましょう。結構いい音しますね。なんかコンパクトスポーツならではって感じですね。じゃあ行きましょう。じゃあ今回はバンビからの運転でスタートしますか。はい、じゃあ僕は助手席でのインプレッションと行きたいと思います。ちなみに一つ残念なのは、一つ残念っていうか、まあこの辺りのデザイン性いいんですけど、これ日本のナンバーなので隠れちゃってんですけど、ここにほらアバルトの H、アバルトのこの T とか、アバルトの A ってここにだからアバルトって出てるんですよ本当は。でもナンバーで見えなくなっちゃって残念。なんかちょっと日本のナンバー薄くしません？